カメラを止めるな80点山奥でゾンビ映画の撮影をしているクルーたち。34歳上田慎一郎監督の初の長編映画です。ゾンビというまさしく B 級インディーズ映画ど真ん中の題材をこれまでにないアイデア満載、容赦のない長回しでさばききるのがお見事でした。恐怖心を煽る音楽、身に迫るカメラワークは普通にめちゃくちゃ効果的でしたし、そもそもやっぱりワンカットにより途切れない緊張感っていうのはビンビンに感じました。そんで37分間のワンカットを終えた後の視点の変更、人間がゾンビに変貌する過程とゾンビと戦う理由が明らかになる終盤は思いっきり応援しながら見ていました。ゾンビもののヒロインのお約束、タンクトップもありましたが、真面目な文章の NG なのかちょっと露出が少なかったのと、語り口が荒く、荒の多いゾンビ映画の脚本が非常に残念、かっこ最高でした。まだ見てない人は予告編も何も見ずに、前情報に極力触れずに見てみてください。平成最後の年に生まれた全員が口を揃えて、監督、お疲れ様でした。と言いたくなる、ハートフルゾンビ映画でした。